はい、始まりました。 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉ということなんですが、今車の中でですね移動しております。どこに移動しているのかは、ちょっとわかるんですけど、今ちょっとここ見えますかね、これちょっとピラッと見えますかね。今日はこの方が出演してくださるということですね。はい、わかりますかね、この方。久々の登場でございます。3回目でございます。過去動画はですね、やっぱ評判が良くてですね。評判いいんですか？評判いいんです。評判いいです。やっぱ衝撃のウーバーイーツもありましたからね。ウーバーイーツもあって、これは突き当たり右行ってます。ウーバーイーツ、大丈夫です。ウーバーイーツの時にはあれ衝撃だったですよ。あ、そう。衝撃。だって衝撃でしょ、あれどこ行くのかって。あれ何です、鳥なんとかさん、あ、渡り鳥ね、渡り鳥さん、そうそう、渡り鳥さんの方から、はい、コメントもいただいて、あ、そうそう、今度あの出してくれって言ってました。あ、そう、はい、お願いします。中身はうちなんですよって言われてうるさいよって。そうですね、だあの時にいろいろ言われたんですけれど、うん、あれどこに行ってたんですか。まあ自分はわかるんですけど、一番最初は川本さん、はい、そうです。まさかね、って言って声の出演、川本さん実はしてくださってる。そうですでも食べてる時ね、やっぱり大御所すぎてね、いやだからね、川本さんと何の話したのかななんて思いながらも、川本さんとそのこうそんな話が、まあ、そういう関係が今もあっていいなって。そうやっぱほらみんなわかんないでしょ。そうです、うん、で釜本さんがこう何してるのとか、うん、そうのもあるし、うん、ね、で磯貝君がどうしてるのとか、で、まあ、そうですね、そもそも衝撃よってウーバーイーツ。いや、まあまああれもでも本当このねコロナ事故っていうから、うん、あれああいうのでこう本当に季節柄ね、うん、まあご時世でああいう動画を見て、まあ、ほっとしたりする人っていたんで、そうですね、そう本当に。で何回かあの最初にね駒場に来て、うん、あのジュニアユースのチームの指導に来てる時、僕はお邪魔して、はいはいはい、そうですね、うん、でまあ僕も髪長くて、はい、あの急遽だったんでうまくできなかったんですけど、鼻突っ込んでる時は花粉症やね、花粉症、あれもねやっぱりこう、まあ、ボール蹴る姿も少し撮らせてもらえて、それはそれでね、皆さんから受けも良くて、今も再生良くしてもらってるんですよ。あ、そうですか。はい。ですので、そういうところでは頑張って出演してますか。いや、定期的にお願いします。定期的に。で、ぜひね、おすすめで、ちょこっとさっき話しましたけど、はい、磯貝ひろみチャンネルを作ってもらえたら、はい、いや僕あれしますよ、マネジメントします、はい、そうですね、お正月の税金の取り立てに、そうですね、ぜひね、まあほら世の中はね本物があれば偽物もあって、はい、逆に言うと偽物があれば本物もあるわけじゃないですか。いや本当の話と真実を嘘もあるんで、そうだね、ですので、昔だったらまだ15日くらいまではお正月の雰囲気あったけど、まあ、今日1月10日なんですけど、なんかそういうのも薄れちゃいましたよね。でもね、いつもこの時期はね、国見との間にそういう OB の試合をやる、交流ですね。そうそう。交流戦 OB と交流戦毎年やってる。はい、はい。で今年はコロナでやめたので、実際もずっと毎年も6、7。ぜひね来年はそれも取材に行きたいですね。コロナが収まればね。そうそう。そ
そろそろ分かると思うんですけど、ここ入り口ありますよね。俺ここでやったことない。いや少年のサッカーしか見たことない。あれでしょ、そのうち機会は訪れるでしょ、あなたはレジェンドなのか。いや、あの素晴らしいよね。だってあのあれですよ、あのこのチームがもうちょっとまともになればそこの OB チームに出ればいいのか。まあ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 ね、それ全然あるんじゃないですか。一度は来たそうだから、なんでね、やっと到着していろんな意味で今ね、やっぱりもう一つここに来たらやっぱそうじゃないかってならないといけないので、今こうなんとなく今ね後ろにちゃらっとだけ映ってるんですよ。ちゃらっと佐田君の後ろにちゃらっとだけ映ってるんですよ。どこかはこれから発見です。天気もいいしね。そうなんです。今ね、今日運転をしていただいてるのは上村さん、すごい友達。ここは曲がれないですね。曲がれないですね。前の人はあの赤羽マーク。もう一周回ってくれればいいかな。まあそうです、そうなんですよ。まさに前にの車は素人なんですよ。素人のマークついてますからね。サッカーしゃべるときあれつけてしょ。いや。だから、でも、サッカーの解説とかは出たことないですよ。俺もラモスさんみたいになるの怖いからやめてください。ラモスさんみたいになっちゃう。いやー、でも今これね、皆さんね、聞いて分かってると思うんですけど、これ今、ラモスさんって言ったんですよ。ここ重要なんですよね、なんかこうね。ファンでもね、よくその話するんですけど、呼び捨てすんなよ。ああ、先輩をね。先輩を、うん、先輩呼び捨てしたらダメでしょって。まあそんな話が我々やっぱ昭和なのかもしれないですけど、まあそうね、はい、まあ、ね、やっぱり着きました。とりあえず、降りてじっくりとお話をしていきます。じゃあ、FG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、今日はですね、磯貝博一さんにおいでいただきお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずチャオ。はい。